しょうがない。私の腕前を披露してあげよう。よいしょ。いけるかな。寝る準備。寝る準備。YouTube 見てました。今日はすごいお天気が良かったので。ちょっと待ってね。久々に、この、ギターを、開けるんで。じゃん。すごい、ずっと眠ってたギター。ずーっと眠ってる。吹かないとね、こうやってギターって。あ、あ、あ。全然久々に、もう音が合ってるのかもわかんない。マイギターです。全然弾けません。もう押さえ方をさっぱり忘れてしまった。音がね、そもそもわかんないんですよ。多分ずれてますよね。でも今こういうのもあるから。不協和音しか聞こえない。まあ間違いない。ちょっと待って。これを。全然わかんない。今これ E って出てる。これわかる？見えますか？ああ、ちょっと待って。いくよ。見える？ E って出てんだよ。でも全然。E を押さえてるつもりだけど、違うかな。こことこことここ。なぜ弾こうと思った？いや、そこにあったから、ギターが。ご近所大丈夫？本当ですね。クレーム言われそうです。それは D ですよ。ちょっとわかりません。もう全然もうギター一時期覚えたと思ったけど、やらないとすぐ忘れちゃいますね。そう。マイピックみたいなのが。目指せあいみょん。本当にそう。この見て。これ多分ファンの人が作ってくれたやつだよね。吉川優って書いてある。詳しいね、みんな。弾けたらかっこいいんだろうなって思いながらずっと弾いてません。毎日触らないと。だってそうですよね。そう、本当は毎日触らないといけないんですけど、全然触れてなかったのでしょうがありません。まあギター、音楽って続けるの難しいですよね、楽器系は。ギター弾いてみっか。さあ、これです。こうやって。音大生みたい。かわいい。かわいいというか。なかなか、掃除が思った以上に進まなくて、水道とかも契約
どうやったっけとか、電気、ガスって誰が契約したんだっけみたいなとこから始まりまして。まあ私の名義ではあったんですけども、全然覚えてないです。どうやって契約したのか。だから、解約の仕方とかも手続きが全くわかりませんでした。大変ですね、引っ越しって。スカート可愛かったらどうだって。服可愛いって来てる。あ、これ？これ、高橋愛さんの、バースデーイベントの時に、高橋さんが着てて、可愛いと思ってもらっちゃいました。スカート。お、スカートすごい人気だね。スカート可愛いって。ほら。かわいいよね。私もすごいこれお気に入りです。ありがとうございます。あと、わからないことってあるかな？退去するときって、皆さん、部屋の掃除って、本当になんかもう、ゴミ一つ落とさないぐらい、掃除しないといけないものなんですか？ちょっと傷に、壁に、なんかのシミというか飛び散りがついてたりっていうのもきれいに落とさないといけないものなのかな？ちょっと難しい、そういうのがわからなくて。一応やった。私も今水回りを一通り、きれいにはしたんですけど。あ、そんなことないよ、だって。あ、うるさいところあるんだ。それやってもどうせその後入るので普通に掃除すれば OK。大家さんによるらしい。床は掃除して退去しました。壁はそのまま。一応やるけどどうせ清掃会社がやるならそれなりでいいと思う。できる限りやった方がいいのでは。まあ私も性格上多分綺麗にやっちゃうタイプだとは思うので。敷金多少戻ってこないけど多少の汚れなら。あ、そう。敷金、礼金っていうのがあるじゃないですか。敷金っていうのは、何？退去するときに傷とか、の補助みたいなものなんですか？礼金っていうのは礼儀の金ですよね、多分。敷金っていうのはそういうことですよね。じゃ全然、なんか本当に嫌になる。敷金の意味。敷金、礼金って言いますもんね。敷金、礼金。あ、敷金っていうのはお預け金みたいなもの。敷金は諦めた方がいいようだって。お預け金。修繕費？敷金ってそう、お預け金。その敷金っていうので、修繕費とかも含まれてるんですかね、そこに。6年以上なら壊したりしてなきゃお金返ってくるよ。あ、敷金は修理代の前払いらしい。なんだかんだ戻ってこないらしいです。敷金はもう基本的に戻ってこないと思う。へー。なるほど。じゃあ戻ってこない。まあ、私は関係ないんですけど。今は。わあ、難しいね。あともうちょっとなんだよな。掃除機を実家に送ってしまったので、もう私、ゴミくずを今、一粒一粒テープで拾い上げております。だからすごい大変です。1年前に法律変わったのね、だって。最近、敷金、礼金なし増えてきたと思う。
相当きれいに使えば敷金は金全額戻ってきますが、修繕かかると大体半額。100均でちりとり買えばいいですのに。そうですね。そう、掃除機を送ってしまいました。なので、すごい今も。この間、解体ショーをやったんですよ。このやつで、プラスチックの衣装ケースを解体ショーしたんで、下にものすごくゴミが落ちてるんです。で、それを取り切れてないまま過ごしてるので、なんか、ここ最近、靴下がすごく汚い。見ます？なんかもう、靴下の裏が掃除機みたいな感じ、吸い取ってる、モップみたいな感じです、今。そう、靴下。めちゃくちゃ白くて痛いです、チクチクして。コロコロないの？あ、コロコロも、捨てちゃいました。全部ない、今、掃除するものが。スリッパないの？あ、スリッパないです。スリッパ履かない主義。主義ではないけど、多分捨てた。そう、じゃあ靴下で掃除すれば。よくありますよね。スリッパ兼掃除用具みたいな。歩いて、物をコロコロ取るみたいな。そういうのありますよね。雑巾がけ、タオルがあれば。はい。今、バスタオルとかいらなくなったタオルで、雑巾がけしようかなと思ってます。だから、小さいの3枚と、大きいバスタオル1枚残しときました。あとは捨てた。大変です。だからもう、いろいろすごい、大変なんです。100均にモップ付きスリッパ売ってるで、それでだって。あ、そんなの売ってるんだ。どの100均にも売ってるかな、モップ付きスリッパ。計画的に捨てよう。そうですね。あ、私、計画性が本当になくて、まあ、あんまり引っ越しというものをやったことがないので、あれなんですけども、なんならカーテンももう次のお家に持ってきたいなと思ってるんで、私はカーテンも外しちゃおうかなと思ってるんですよ、今。ですが、外から丸見えになるので、もう新聞紙カーテンを作ろうかなと思ってるぐらいです。これぐらいで新聞紙足りるよね、新聞紙。新聞紙カーテンで、過ごしていこうかな。トイレ掃除はどうしてる？まだトイレ掃除はしてないです。あ、そっか、トイレ掃除のゴミ箱とかも、ポンプとか、洗うやつも捨てないといけないんですよね。あ、難しい。その洗うやつってあるじゃないですか。トイレのお便器を洗うやつ。あれって何ゴミですか？あれって何ゴミ？ああ、なんかいろいろ私、順番があれですね。いつも高いところにある荷物を取るときには、椅子を使ってるんですよ。パイプ椅子みたいなのがあったんですけど、折りたたみの。でもそれをまた実家に送っちゃったんですよ。そしたら次、カーテンのフックを取るときに、届くものがない。どうしよう。早めにやんないとだよね。今これテーブル使ってるんですけど、テーブルはもう、粗大ゴミに回収来ちゃうので、今日やらないとダメってことか。じゃあ。今日、カーテンのフック取らないと、上に登る手段がなくなる。危ない！気づいてよかった。どうしよう。ちょっと待って。じゃあ、脚立ないんです。
待って、さっきのトイレのやつは何ゴミ？プラスチックは燃えるゴミのところと燃えないゴミのところがある。え、燃えるゴミでいいのか？トイレ洗うやつは。プラスチックなので。そう、ブラシ。その地域によって全然燃えるゴミと燃えないゴミの、区別があるので。そう、カーテンは、机とかで代用は、机をもう粗大ゴミに出しちゃうんですよ。今これとか、立てかけてるこれを粗大ゴミに出してしまうので、そうすると、登るものがなくなるという。で、カーテンのフックが取れないっていう事態に陥ってしまうので、そうなると、もう今やった方がいいってことかな。またカーテン生活だ。こうやって。ーテンってさ、だいたいさ、1、2、3、4。カーテンってさ、窓があってさ、こうあるじゃん。だいたいね、4枚。4枚で足りる。これが、4枚。これ横では4枚で足りる。新聞紙取ってるのねって。違います。取ってません。茨城から持ってきました、新聞紙。引っ越しには絶対必要だと思うので。そう。またあれだ。うちんち、新聞紙カーテンだ。前も一回ありましたね、こういう時が。こんな感じ。次の家の新しいカーテン買ったら、いや、同じので行くつもりです。大丈夫。同じので行くので、気にしないでください。カーテンは同じの代用です。まあ、長さがあれだったら調整できるからね、多分今。まあ、言うて、今の、このお家の、カーテンも、測り方とか、よく間違えちゃう人がすごい多いってネットで書いてあって、間違えないように、こうこう、こういうところに気をつけて、測って買ってください、みたいな記事を見て、頑張って、挑戦してみたんですけど、結果間違えてて、引きずってますもん。ちょっと私、カーテン。ほんと。そのカーテン置いてったらどう？置きませんよ。代用つきます。引っ越し先と高さが合うかという心配は別に良さそうだ。大丈夫、大丈夫。そうですね。よくカーテンの長さ間違える人って、短いので間違えちゃう方ももちろん多いですよね。だから長いだけマシだって来てるコメント。ほんとそう。でも言うてちょっとの長さなんで。まあ、でもカーテンのその裾がめっちゃ黒いです。まあ、そんな見ないよね、カーテンだとしても。大丈夫、大丈夫。刷毛が足りないよりいいと思う。本当そうだと思います。今もう、引っ越し屋さんも忙しいみたいで、さすが、新入生活、新しい生活がみんな始まってるってことですね。
あ、できた。横のカーテン。これも貼り合わせて、カーテンにしていきたいと思います。いや、こりゃ大変だ。新聞が足りないんですけど、あったあった。大丈夫だ。みんな机に乗るのを心配しております。大丈夫です。うちの机今頑丈なので、ガラス製なんで、上が。引っかくらいの背なら台なくても届かない？いや、全然届きません。私160センチなんですけど、台がないと絶対届かない長さですね。あ、ガラスの台怖いですか？あ、大丈夫だと思います。ちゃんと四つ足ですよ。三つ足とかじゃない。四つ足の、机です。机っていうか。テーブル？そんなみんな心配しますけど、私は大丈夫ですよ。大変だね、引っ越しって本当にすごく嫌。もし割れたら大変なことになるよ。そんな簡単に割れるような机ではないので、あ、テーブルではないので、ガラス。何が心配？そんなに。大丈夫だよ。強度的な問題。広い。乗ったことあるので、何度も。まあ、基本、椅子に乗るんですけど、私は。ちゃんと椅子には乗るんですけど。さあ、どん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 、できてきてる。新聞紙カーテンが。ここに来てる人はみんなあなたが心配です。そんな心配しないでください。今日中に新聞紙カーテンにして。よし。大体あれかな、カーテンは新聞紙44で。まあ、ちょっとお向かいさんから、へそから下が見えるかなぐらいの長さでいいかも。新聞紙が足りなくなってきちゃったんで、また茨城帰んなきゃ。でもガラステーブル、やっぱりみんな、批判的なコメントがすごい多い。もうそろそろできますよ。いつも何か作ってるなって。本当ですね。何か私、何かしらなんかやってますね。ワクワクさんみたいな感じ。これぐらいでいいかな？これじゃああれか。外からだとまだ。全然。できた！新聞紙カーテン！ほら！こんな大きさ。
私の今、マックスで、ここ、目の位置の高さぐらいまでは、今、新聞紙あるんで、多分、いける気がする。ちょっと待ってね。全然いけるよ。まあ、もう一枚貼った方がいいかなと思うぐらい。だけど、全然いい感じです。お疲れ様です。ムーさん、初見の方ありがとうございます。今、新聞紙、カーテンを外そうと思って、新聞紙でカーテンを作ってます。茨城に引っ越すの？引っ越しません。これが例のカーテン。そう、いい感じ。外そうかな。でも私、すごい、すごい苦手なことがある。夜に電気がついた部屋のカーテンがない部屋って、外から絶対丸見えじゃないですか、お向かいさんから。だからそれがすごい苦手。だから朝やろうかなってすごい思ってます。明日でいっか。カーテン取り付けるのは。で、取り外すのは。やっぱり夜の部屋って、明かりがついてる部屋って外から丸見えじゃないですか。私絶対マンションとか見たら見ちゃいますもん、その部屋。明日でいいね。はい。じゃあ明日、お昼ぐらいにやろうかな、カーテンは。女の子の部屋は危険です。そうですね。ましてやカーテンじゃなくて新聞紙が貼り付けられてたら、もっと呪音みたいな感じになっちゃう。気をつけます。じゃあ明日もカーテン配信ですね。新聞紙貼ってたら特定されるよ。いや、本当そうかもしれない。ちょっと恐ろしい。ま、なんとかなるでしょう。今日は粗大ゴミのシールを、買ってきて、で、それをペタペタ貼ってる作業を、しようかなと思ってます。まあ、してんですけど、今。これ置いていいのかな？下にって思っちゃう。その引っ越しの、今のこのお家の、部屋にポン、あ、部屋じゃない、駐車場のところに、駐車場？まあ、駐輪場とかゴミ捨て場のところにボンって勝手に置いていいものなのかなって。大家さんの聞いた方がいいのかなとか。なんかほんと今回初めて一人でやるので、全部が不安。確認した方がいいんだ。これでダメですって言われたらどうすればいいんだろう。粗大ゴミは朝に出してねってところが多い。あ、聞いた方がいいんだ。その、大家さんって、どこに電話すればいいんだろう。本当にわかりません。粗大ゴミ置き場、場所決まってない？粗大ゴミ置き場っていう置き場はないです、今のところ。あ、管理会社に電話すればいいのね。あ、でも、ダメだ。明日定休日だ。ダメでした。
マンションの管理人さん。コンシェルジュ。管理会社に電話しても市役所に聞く。市役所？まあいいや。ちょっとわかんないけど。でも大丈夫でしょう。置いて。多分。大丈夫。まあアパートならアパートの前かなって、また。その、ゴミ捨て場のところに、ボーンって置けばいいのかな。ゴミ置けばね、ゴミ置け場に置けばいいんですよね。楽しみだなぁ。なんか、シール貼って出すの。引っ越しすることは伝えてありますよね。もちろん。まあ、なんとかなると思います。大丈夫です、私は。もうちょっと片付けて。さ、いいや、もう引っ越しのことは考えない。もう、疲れちゃった、今日は。あ、いいね。今何時ですか？今、携帯見えなくなっちゃった。あ、10時27分か。すいません、ありがとうございます。10時半前。今日はすごい眠いですね。天気が良かったので、久々に走りました。今日は。世の中の人はほとんどできてるから、吉歌だけできないということはない。あの、引っ越しの準備って方ですよね。でも私、物を本当に知らないで育ってきたっていうか、まあ、ずっと過ごしてきちゃったからあれなんですけど、なんか、ちょっとした、本当に誰でもできるっていうことができると、すごい鼻高々。今日は、水道のいついつ、解約してくだ、あ、止めてくださいっていうやつの電話をしたんですよ。一人で。それできただけでなんかちょっと自慢したくなりましたもん、みんなに。うん。何もできない子みたいになっちゃった。もっと知らない人はたくさんいます。そうですね。そう、ガスと電気を明日絶対やらないといけない。ガスと電気は明日絶対やる。電話して、やる。そう。それだけは忘れないようにしないと。お客様番号分かった。あ、お客様番号は分かってます。大丈夫です。でもガスと電気は多分引き落としなんですよ。でもそれのお客様番号が分かってないです。なんでかって言ったら、その、捨てちゃってるんですよね、はがき、いつも。いらないと思って。いろんななんか水道とかのやつ、全部捨てちゃってるんですよ。なので、お客様番号がそもそもわからないっていうものが多いです。あ、捨てんだなって。あ、私、すぐ捨てるね。働いてる側からすると、そういう問い合わせもよくあるから問題ない。あ、そうなんだ。郵便物も転送してもらうように依頼を忘れずに。あ、名前に住所でわかるだって。今はウェブでわかるようだって。あ、もう、そういう方も多いだろうね。結構、ちょっと長く住んでたので、契約書の控えはあると思います。わからないけど。多分、知らない。でも、何でもかんでも捨てちゃダメってことですね。その郵便物の転送っていうのも、その今まで、
いや、郵便物多分大丈夫だと思うけどな。なんかオリーブスパとかのやつは、もしかしたら来ちゃうかもしれない。あ、郵便来てるの？郵便そもそもそんなに来てないと思います。なんか自分で頼んだものとか、やつです。郵便は来てないですね。多分、だから大丈夫だと思う。わかんない。多分大丈夫。なんかすごい心配になってくる。でも その郵便物の届けとか、何？住所変更を忘れて引っ越しちゃった方とかって多分いると思うんですよ。で、私の今のこのお家も、すっごく1年に2回ぐらいかな。1年に1回かな、下手すりゃ。うまい棒？黒のチョコのうまい棒みたいな。わかる？チョコのさ、バットチョコみたいなやつの、バットチョコじゃないやつの、ほら、チョコのうまい棒みたいなのあるじゃないですか、メーカー。チョコ棒みたいな。茶色の。あれが、あれとか、あと、シュークリームの中にチョコが入ってる、ビッグの特大、そのチョコシューみたいなやつが、宅配で送られてくるんですよ。で、知らない人の名前で、この部屋番号に。だから、多分だけど前の人のやつだと思う。ってことですよね。そう、やったねとか、そんな怖いじゃないですか。知らない人から。もう名前は全然知らない人なんで、多分そういう住所変更し忘れちゃったのかななんて思うけど、前の住人のやつじゃないですか。でも怖いですよね。なんか嫌じゃないですか。だからもう、すごい開けれなかったです。食べ物は危険だよ。だから本当そういうことが何回かあったので、すっごい怖い。銀行とか本人確認とかで送るので、転送届出し忘れた方、あ、出した方がいい。忘れてると同じことになる。本当怖いね。そもそも受け取らないでって来てる。いや、受け取ってない。宅配ボックスに入ってるんですよ。で、何番のボックスに入ってますみたいな紙があって、開けるとそれが届いてるんです。宅配ボックスに。定期便の住所変更してないのね。多分そういうことですよね。名前が違うなら受け取り拒否しなさい。そう。でも大丈夫です。解決してます。まあ今も全然来なくなったんですけど。いやー、びっくりした。そういうことがあるので。多分郵便物に関しても大丈夫だと思います。ね、怖いよね、その話。まあ、最近ここ1、2年もないので大丈夫だと思います。そんなことがあったかな、私は。いや、大変。なんか、頑張ろう。だったらだららドーナツかには、ドララ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 ラ
だだらだだだだ、踊るよよ、君はロックなんて聞かないと思いながら、少しでも僕に近づいてほしくて、ロックなんて聞かないと思うけれど、僕はこんな歌で、あんな歌で恋を止めなるでだな。よいしょ。お腹すいたな。皆さんもうご飯食べましたか？今ここに立てかけてるのが何でもボックスっていう、何でもポンポン入れてるボックスなんですけど。アフターファイブっていうドラマで共演した芸人さんのバッファロー吾郎。A さんとドラマで共演、ずっと共演してた時にもらった、ライターが出てきた。かわいくない？まあ、ライターって私、タバコ吸わないから、熱い。なんだこれ、熱いの？タバコ吸わないから、あんまり使い道とかはないんですけど。でも、お気に入り。イエローさん。あ、お腹すいた。キックが隠れて喫煙するときを。非常時に役立つ。そうですよね。今防災とかのなんかいろいろまとめるときに、こういう多分火とかがあった方がいい気がする。まつげビューラーによく使ってたんだって。へえ。ライターは非常用に。そう、だから、いいと思います。ライターは非常用に取っとかないと。ご飯食べてないの？5時ぐらいに食べたんですけど、軽く。でもやっぱ足りなかったみたいでお腹空きました。お腹すいたな。今、蕎麦が食べたい。5時じゃ空きますがな。そうですね。5時じゃすごく空く。あ、牛丼いいですね。吉野家テイクアウトとかいいかもしれません。だから最近テイクアウトでしか食べれません。冷蔵庫が。ないから。あ、今、そば食べたよって。羨ましい、すごく。東京都内も、一応解除っていう意味では、喫煙じゃなくて、なんて言うんだっけ。宣言が解除されたんですけど、飲食店って今どうなってます？まだ時間要請かな？ 9 時までとかなのかな？都内とかは。結構人の出が多くなりましたもんね。やっぱり解除されるから。夜はどうなんだろう？多いのかな？あ、9時だって。9時までなんだ、お店。1時間伸びたぐらいだね。全然飲食店の方も全くないところがまた多いんだ。大変だ。外食しないから知らないなーって。自炊する方が増えましたよね。やっぱり。今日買ったものですごいお気に入りの匂い。やっぱり私、
ホワイトムスクっていう匂いがすごい好き。多分これホワイトムスク。ああ、また捨てちゃった。あ、ここに書いてある。ホワイトムスク。この匂いがね、すごい好き。これは、アロマとか、オイルとかのディフューザーの匂いとかにも使ってるんですけど、今日なくなっちゃったんで買いに行ったら。ホワイトムスクの、これは練り香水みたいなやつかな。ソックタッチ。あ、似てるけど違います。ホワイトムスコじゃありません。ホワイトムスクっていうやつ。海外のホテルの匂いって感じ。すごいいい匂いだよ。ほら。なんて言ったらいいんだろう、この匂い。すごいお嬢様の家の女の子が持ってるハンカチの匂いって感じ。洋服の匂い。なんていうのかな。すごいね。これはね、そう。こうやってつけて、温度が高いところにこうやって。で、嗅ぐと。ほのかに香るっていう、ちょっと香水っていうのか、練り香水的なやつです。まあ、ソックタッチみたいな感じでもあると思うけど。こうやって塗るのかな？わかんない。使い方がそもそもわかってないけど。あ、いい匂い。この匂いすごい好き。ホワイトムスク。このさ、パッケージも可愛いよね。これ全部使い切ったら、あれ入りにしたい。裁縫道具の針。針入れるやつに、ここに、ポッポッポッって刺して。まあ、今ずっとこの中に入ってるんですけど、まあ、中に針刺しちゃってもいいかな。もう、最後使い切れないから。便利なものがあるんだね。そう、こういうの多いですよね。練り香水とかそういう系って。さあ、明日は給料日って方。いいね。給料日だって。なんかちょっとアレルギーが出てきたかもしれない。かゆい。10。大体10。12。待って。デコからだと20だ。おしゃれ CD ジャケみたいな。こういうやつね。あ、どないしたんってコメントきちゃった。ね、ここに巻き尺があったので、ちょっと気になって。測ってみました。かゆいな、なんかのアレルギーが出てる。多分これかもしれない。これつけてから、ここに手につけたら、すごいかゆくなっちゃったから。これのアレルギーとかってあるのかな？もうすっからかんとしてきたな、お家が。完全にネタ切れってきちゃった。ほんとネタ切れ。なんか何もすることがなさすぎて。このお家。どうしよう。ダストアレルギー。ハウスダストアレルギーとかありそうですもんね。私、ああ、でも、ダスト系のアレルギー持ってるかもしれない。
もう引っ越しが近いので頑張ります。だっけ荷物を運んだりしなきゃいけなくて。さあ、スペシャルギフトいただいてます。ありがとうございます。くまるぬいぐるみさん、あかしのポチさん、くまさんをターボーさんとすずしろさんから、そしてソフィラさん、ターボーさん、ロンゲさん、アンさん、セセリさん、ヤーヤンさん、沼千代さん、ターボーさん、コッシーさん、そしてデイノリキさん、かっこつコッシーさんからハートをいっぱいいただいております。皆さんありがとうございます。うん、歌歌えばなんとかなる。あ、歌をさ、歌うって言っても、今、歌歌う用の、イヤホンで、ここにマイクがついてるやつで、歌わないと。それが今、どっかになくなっちゃったんで、これあれかな、イヤホンしなくても歌えるもんなのかな。イヤホンしないで、この名前、地声でやっても。どんな感じなんだろう。あ、歌えませんのって。ダメなんだ。あ、ずれるってこと？あ、つながないとできないんだって。ほんと？ほんと？あ、ほんとだ。歌唱をスタートできません。マイク付きイヤホン接続。出てくる。え、便利だね。すごいね。すごいね。なんか。あら、残念。今、パッと出てこないな、あれが。やっぱりギター弾き語りだな。ギター、あ、なんかやっぱりアレルギーあるな。ハウスダストか。すごい辛くなってきちゃった。早くなんか、あ、優先じゃないとね、ダメだよって来てるんで。なんかすごい痒くなってきた。ハウスダストかな、掃除したから。ホコリアレルギーですね。あ、私あるかも。ホコリアレルギーはすごいある。もう昔からずっと劇場とか、やっぱりちょっと古いとこ行くとすぐ痒くなっちゃいます。新居配信はいつからですか？いつからでしょう。まあ、言うて、多分、配信する場所も変わらないし、カーテンも変えないので、全然変わらないと思います。いつもの配信とは。引っ越し先の住所を教えてって来ます。すごいね。これで教える子なんているのかな。あの、マスクってあるじゃないですか。まあ、私今日、スーちゃんの、佐藤すみれちゃんのマスク愛用してるんですけど、この紫色のね、薄紫の。マスクってさ、だからみんなもさ、あると思うけど、あの、私って基本、マスクは、一日使ったらもちろん洗いますよ。で、お風呂場のところの、洗濯機の横に、洗濯物と一緒に横に、ポンって置いとくの。裸でポンって。で、それを一週間ぐらい続けると、まあ、6枚、7枚ぐらい溜まるじゃないですか。で、まあ、一週間に一回洗って、こういうちっちゃいマスク用の、洗濯バサミがあるので、それで干して使い回すっていうのがあるんですけど、たまにさ、カバンの奥底に使ったマスクとかさ、ポンってさ、置きっぱなしでさ、で、たまたまさ、慌てて家出た時とかにさ、マスク
持ってないことに気づいてさ、カバンの中探したらマスクがあってさ、あ、やった、これ使おうと思ってさ、マスクさ、ハッてやった瞬間になんか、臭いときない？え、ない？やっぱりずーっとこうやってさ、マスクをして走ったりとかするじゃないですか、ランニングとか。で、人間と唾液ってすっごい臭い。こうやって、汗じゃない。唾液の匂い。え、わかる方いらっしゃいます？え、ない？たまたまそれ臭かったのかな？まあ、使い捨て使ってる方がたくさんいるので、あれか。貯めたことないからわからないだって。へえ。え、臭いねってわかるじゃないですか。洗い忘れちゃったやつを使った時に。で、たまたまそれがランニングで使った時の、息がめっちゃハーハー出てる時のやつ。ほんのりなんか唾液の匂いがするやつ。もうほんとそういうのをやってしまった時は、ほんとに、ちょくちょくある、そういうことが。だからみんな予備のマスクを、カバンの中に入れてるよーって方も、優秀な方がいますね。新品の予備をカバンに入れてる。まあ、そういうのがあるから、使い捨てのマスクを使ってるよって方ももちろん。唾液には菌がいるから繁殖するよ、だって。時間が経つとね、うん、絶対もう使ったら捨てるか、洗濯物ですぐ洗うっていうのを習慣づけないと。使ったやつカバンに入れるときたまにあるんだよな。時間が経つとね、まあでもわかんない方ももちろんいると思うけど、わかる人もいるからよかった、安心できる。予備持ってた方がいいねって。そうですね。予備大事だなって思いました。もう最近このピタッとマスクしか使ってないので、白い、やつは、最近は一切使ってません。大変。え、自分が豆じゃないと自覚してるので、あ、豆じゃない。自分が豆じゃないと自覚してるので使い捨て使ってます。ダメだ、これ完全アレルギーかもしれない。ほこりをパサパサやったから。アレルギーだね。完全これ。花粉症かアレルギー。まあアレルギーでしょ。ハウスダストっぽい。ほこりの。ほこりっぽい、これ。急に来た。ダメだ、すっごい痒くなってきたんで、お風呂入らないと、これ。もう配信やめとこうか。そうね、すいません。急に、花粉症か、ほこりアレルギー、どっちか。さあ、明日はみんなもうお仕事かな？明日水曜日ですもんね。さあ、今日はごめんなさい、こんな時間ですが。おしまいの合図が。ほら、なんか喉の奥も痒くなってきたのは何なんだろう。花粉症かな、やっぱり。あ、今ちょうど1時間ぐらいやったんだもん。皆さんありがとうございました。引き続き、頑張りたいと思います。皆さんありがとう。今日はゆっくり寝てください。お疲れ様でした。ありがとうございました。切りますよ。お疲れ様です。切ります。ありがとうございます。